こんにちは、平井博明です。今回はですね、素振りの大切さについて解説していきたいと思います。コースとかでもですね、打つ前に素振りする方がほとんどだと思うんですけども、その素振りを意外とちゃんと考えて素振りをしていない方が結構いらっしゃるので、ちょっとその素振りについて詳しく解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。素振りの大切さというふうに最初言いましたが、何のために素振りをするかっていうことなんですけども、例えばドライバーでしたら、次打つショット、ドライバーをどういうスピードで振って、どういう球筋をこう頭の中で描いて、それを行動に移すっていうために素振りをするんですけども、そのイメージを持って体を動かしてあげる、すごく大切な動きの一つになるんです、素振りというのは。でその打つ前にやらないであればやらなくていいと思うんです。あのイメージのまま動ける方でしたらもちろん素振りはしなくていいんですけども、結構自分土曜日レッスンしていて多いのが、ちょっと一連の動作でやってみますね。大丈夫ですか？こういうの多いんですよ。あの素振りと全然違う人になっちゃうじゃんっていう。何のために素振りしてたの、体ほぐしなのってなってくると、あの正直時間がもったいないので、1回にしていただいて、もうちゃちゃって動いて打っちゃった方がいいです。それよりも素振りってもっと大切なんですよ。正解不正解では言いたくないんですけども、僕の感じをやってみたいと思います。ほぼ一緒だと思うんです、素振りと。なので、こういうふうに次打つショットの練習を、もちろんボールは打てないんですけども、素振りとしてイメージ作りで、素振りでそのイメージを行動に移して動いてみるというのが素振りで大切なことですので、特にアプローチなんかはすごく重要になってくると思うんです。で、アプローチも、こうやってちっちゃく素振りをして打つときにドカーンって打っちゃう人とかいるんです。なのでアプローチこそやっぱり次ショットを打つこの大きさだったりフィーリングっていうのを素振りで出していただいて、それをいざボールを打つときに球に伝えてあげるっていうのがやっぱ素振りですごく大事なことですので、素振りと実際にボールを打つスピードを一緒にしてあげるっていうのがやっぱりポイントになってくるので、もっともっと素振りに対して大事だなとかですね、重要だなっていう気持ちを持っていただいた方がいいと思います。では今回はですね、素振りについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。